こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで今日は私、日本最安値のたこ焼き屋さんがあるとの情報を聞きつけまして、大阪は此花区に来ております。さあ、一体どんなたこ焼き屋さんなのでしょうか。あ、ありました。おそらくあれですね、たこ焼き屋さんありましたね。さあ、たこ焼き屋さん、提灯がありまして、15個で100円、ここで大丈夫ですか。はい、100円で大丈夫。はい、じゃ置いておきます。はい、100円ってすごいな。すみません。はい、ありがとうございます。うわー、すごい、たこ焼きをゲットしました。なんと15個100円、衝撃価格です。15個100円、何度言っても不思議な言葉、15個100円。いい感じの公園がありましたよ。おいしょ。はい、アルミがあって、せーの、ペロンと15個入ってます。じゃあもうこれ、こうやってかき、あ、いいね、いいね、これ、いただきます。これはこれでまったり、いいね。ちゃんとね、もうしっかりタコもこう入ってます。ちゃんと入ってます。衣とかもすごい柔らかいです。うん、熱々。うん、正直スナック菓子と同じ値段で考えたらめちゃくちゃ嬉しいよね、これ。うん、ちゃんとたこ焼きだもん、ちゃんと美味しいもん。でマヨネーズはないんだけども、でこのトロトロ感、流し込みたくなるたこ焼き、小雨が降りかけてる感じがするので、一気に食べちゃいましょう。はい、うん、イメージ的には2個ずつがちょうどいいかな、口の中でのボリューム感。うん、はい、ラスト3個かき込んでいっちゃいましょう。はい、もう3連でいきましょう、このように。ごちそうさまでした。いや、本当にね、いつものたこ焼き以上に手軽におやつ感覚で食べられる美味しいたこ焼きでございました。レンズがちょっとびしょびしょになってきた、もう逃げよう。ハイジーどこだって、ちょっと待って、これ雨がすごいね、水滴がレンズについて、これもうハイジーどこだところじゃないわ、これ。